古事記左脳の物語よりヤマタノオロチ。この物語は左脳の御事が地上に降りてきたばかりの頃のお話です。左脳にはアマテラス大神とツクヨミの御事という兄弟がいました。この兄弟は父であるイザナキの御事から、アマテラス大神は天上世界である高間ヶ原を、ツクヨミの御事には夜の世界を、左脳の御事には海原を治めるようにと、それぞれ命じられていました。しかし左脳の御事だけはその環境に馴染めず、いつしか竹早という乱暴で荒々しいことを意味する名前、竹早のスサノオの御事と呼ばれるくらいの堕落した神へとなっていました。結果的にアマテラス大神によって高間ヶ原を追放されることになったのです。高間ヶ原を追い出されたスサノオの御事は地上世界に降りてくることとなります。島根県は出雲、日井川上流にある鳥神に降りてきました。現在の鳥取県日南町と島根県奥出雲町の県境に位置する千通山の中腹にある鳥神滝付近に降り立ちます。左脳の御事が降り立つとすぐに日井川上流からお箸が流れてきました。おやと思った左脳の御事は上流に人がいると思い訪ねてみることにしたのです。しばらく行くと老婦と老女が二人いましたが、その間に少女を挟んで泣いているのです。その様子を見た左脳の御事は声をかけてみることにします。あなたたちは誰ですか？そう尋ねるとおじいさんがその問いに答えます。私はこの国の神の大山積みの神の子で、足名槌と言います。妻の名は手名槌、娘の名は串名田姫と言います。その返事を聞いた左脳の御事はまた問いかけます。それであなたが泣くのはどういった次第ですか？おじいさんが答えます。私の娘はもともと8人いました。毎年ヤマタノオロチがやってきて娘をさらっていきました。今それが来ます時になったので泣いているのです。左脳の御事はヤマタノオロチが気になり重ねて聞きます。ヤマタノオロチとはどのような形か？おじいさんが答えます。その目は宝石のように赤く、体は一つで8つの首と8つの尻尾があります。またその体に日陰のカズラ、キノキ、杉が生え、その長さは谷を8つ、峰を8つ超えるほどもあり、その腹を見るとことごとく血でただれているのです。おじいさんの話を聞いていた左脳の御事は言います。この娘を私にくれないか？驚いたおじいさんが答えます。恐れ多きことですが、あなたは誰ですか？そう聞かれたスサノオの御事は、私はアマテラス大神の弟です。今天から降りてきたところです、と答えます。この答えに足名槌と手名槌の二人は、そうでいらっしゃるならば恐れ多いことです、娘を差し上げましょう、と答えました。それを聞いてスサノオの御事はその娘を神聖な妻串に変えて髪を結ったところに刺しました。左脳の御事はヤマタノオロチを退治するつもりなのです。それから足名槌と手名槌に言いました。お前たち何度も繰り返しかもした強い酒を作り、また柿を作り巡らせ、その柿に8つの入り口を作れ、そしてその入り口ごとに8つの棚を作り、その棚ごとに船型の大きな器を置け、その器ごとに強い酒を持って待つがよい。そう言われた足名槌と手名槌は準備をすることになりました。そうして準備をしている時にヤマタノオロチがやってきたのです。しかしヤマタノオロチはスサノオの御事には目もくれず、酒舟ごとにそれぞれ首を入れ酒を飲み出しました。そして酔っ払い、その場に伏して眠ってしまったのです。この時を待っていたスサノオの御事は持っていた戸塚の剣を抜き切りかかり、そのオロチを切り散らかしたところ、ヒイカワが血に染まり赤くなります。続けて8本の尻尾の中の1本を切った時、戸塚の剣の刀身が欠けたのです。不思議に思ったスサノオの御事は戸塚の剣の切っ先を使って刺し裂いてみました。中を覗いてみると、そこには鉄製のつむかりの太刀がありました。
その太刀を取り出して、正体のわからない不思議なものだと手に取り思ったのです。佐野尊は、この太刀を自分を追い出した天照大神にこう申して差し出しました。子は草薙の太刀なり。これは草薙の太刀です。ここでヤマタノオロチ退治の章は終わっています。櫛田姫を元の姿に戻す技術は古事記にはありません。次の章で、新居を建てるため出雲に向かっているので、それで元の姿に戻っているのでしょう。この時代妻を迎える時は新居を建てるのが習わしだったようです。この時建てた宮殿が日本で最初の宮、菅の宮なのです。こうして須佐之男命は御殿を作るための土地を出雲の国に求め、ヤマタノオロチ退治の舞台日比川を下っていくのでした。めでたしめでたし。ということで、この物語はおしまいです。このお話は少なくても紀元前660年の初代天皇、神武天皇の頃より前のお話です。神武天皇は須佐之男命の姉、天照大神の流れを汲む家系です。この後古事記では、須佐之男命の家系で生まれる稲葉の白兎で有名な大国主の命や、天照大神の家系で生まれる国譲りの武御一や二荷の命など、子子孫孫仲の悪い二人の関係性は続いていきます。天照大神は相当に須佐能を嫌っていたのだと思えてなりません。須佐能の方はというと、出雲のヤマタノオロチを退治し、出雲に平和をもたらせ、後に三種の神器となる草薙の剣を献上することで、高間ヶ原の暴君からの脱却、そして忠誠を誓い、ただ姉に認めてもらいたかった、それだけだったのかもしれませんね。しかしながら、その思いは届かず現在という時が続いていっているのですが、もし暴君じゃなかったら、もし姉が二人いたら、もしオロチに負けていたら、もし許されていたのなら、と考えて、今とは違う世の中を想像してみるのも楽しいかもしれません。妄想が止まりませんね。これでこの動画もおしまいになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。おやすみなさいでございます。